この手に。年末の中山で争われる夢のグランプリ有馬記念、あなたの夢、私の夢は叶うのか。虎視眈々と上位を狙っています。3番人気はシンボリクリスエス、2番人気を紹介しましょう、リトルココン。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘、グランプリ馬娘メジロマックイーン、1番人気です。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。1番人気メジロマックイーン、8番快調に飛ばしていきます。第4コーナーを進んで直線へ向かう。先頭集団を見ていきましょう。先頭は8番単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて、2番手は7番、少し後ろからビワハヤヒで、4番手メジロマックイーン。名勝怒涛続いている。1個目のホームストレッチです。この辺りまでで先頭集団を形成しています。さあ花に立ったのは8番、このままリードすることができるか。続いて7番、そしてそのうちビワハヤヒで外を通りましてメジロマックイーン。名勝怒涛続いている。およそ5馬身開いて1番、後ろ名神フラッシュ、その外並んでメジロライアン。第1コーナー回って第2コーナー、先頭は変わらず8番、続きました7番、うちにはビワハヤヒでメジロマックイーン並んでくる。少し離れて名勝怒涛、およそ5馬身開いて1番、その後ろから名神フラッシュ、外を通りましてリトルココン、そしてそのうちから行ったのはメジロライアン。1馬身離れてマーベラスサンデー、うちで共に夏をかけましょう。外を通りまして12番、少し後ろからシンボリクリスエス、外から3番、後方2番手に11番、向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ13馬身、先頭は依然8番、2馬身リード、残り数メートルを通過。1馬身差岩早姫、それを見るようにメジロマックイーン。1馬身差7番、1馬身離れて名勝怒涛、それを見るように1番、さらには名神フラッシュ、1馬身離れてメジロライアン、リトルココン並んできた。その後3、4馬身開いてマーベラスサンデー、1馬身差2番、その後ろにシンボリクリスエス、まもなく第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。この直線で勝負が決まるぞ。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。リトルココン食らいついていく。残り200、メジロマックイーン、足色は衰えない。メジロマックイーン、リードは3馬身、先頭は変わらずメジロマックイーン。お見事メジロマックイーン、着差以上の強さを見せた見事な勝利です。メジロマックイーン2大グランプリを制覇、実力ナンバーワンを見事に証明してみせました。2着にはリトルココン、3着レーシンフラッシュ。特別に大粒いちごのかき氷を